遊戯王第9期といえば、ペンデュラム召喚の導入と、カードパワーの暴騰によって、加速度的にインフレを進めることとなった、魔の機関として知られているが、そんな、地味猛量ばっこする地獄の釜にも、大正義と呼ばれるものは存在した。希望の雷、降臨。現れろ、シャイニングナンバーズ39、希望王、ホープザライトニング。こちらのモンスターは、2015年3月4日発売の漫画、遊戯王である、八巻の付属カードとして、この腐敗した世界に生み落とされた。ホープの名を冠しているところからもわかるように、主人公、つくもゆうまが使用した、まさに正義の化身たるモンスターであるが、かの雷が、大正義と呼ばれるゆえんは、誰が使ったか、という点にあらず。むしろ、誰が使っても、というところがミソであった。端的に言って、このカードは、強すぎた。召喚素材は、光属性レベル5モンスター3体となっているが、すぐ下に、希望王ホープモンスターの上に重ねることで、エクシーズ召喚できると書いてあるため、実際には、レベル4モンスター2体から、ホープを経由して出すことになる。そして、ホープを下敷きにしている時にこそ、このホープザライトニングは、絶対正義の執行者として、真の力を発揮した。このカードが相手モンスターと、戦闘を行うダメージ計算時に、このカードのエクシーズ素材を、二つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力は、そのダメージ計算時のみ、5000になる。5000になる。え、5000ですか？かっこ驚愕。30分で、5万。初めてこの一文を読んだ時には、500ポイントアップの間違いだろうと、何度も効果を読み直す羽目になったわけだが、結論からして、おかしくなったのは、頭の方だと判明した。ちなみに、コナミさんのな。攻撃力5000といえば、神すらも悠々とほふるだけの、圧倒的パワーハラスメントであり、その強大さたるや、第9期の中にあってなお、ず抜けていた。力なき正義は無力なり、とは時たま耳にする名言だが、それに倣うに、ホープザライトニングの存在は、まさに大正義の名にふさわしいものであった。加えて、このモンスター、戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで、カードの効果を発動できないという、とびきりの安全性能も備えており、とかく拳を振り上げてしまえば、強気も弱気も、合心竜手前押すも、一山の元に切り伏せてしまえるという、立ち合いは強く当たって、あとは流れでお願いしますなやつだった。さらに当時は、ランク4エクシーズが優勢を誇っていた時代でもあり、使いやすさ、漫画付録という入手のしやすさから、その使用率は、瞬く間に上昇、汎用と認知されるまで、総時間はかからなかった。これにより、それまで打点要因として採用されていた、ダベリオンや、エクスカリバーは、まとめて席を失うこととなり、結果、フィールドでは、ライトニングが、ライトニングによってしばき倒されるという事態に、発展、デュエリストたちは、正義のあり方について、今一度考える機会を得た。そして、あれやこれやと考えた結果、やっぱライトニング最強だわ、となるまでが一セットなのだが、あえて対策を挙げるとするなら、永続効果を持ったモンスターが有効であり、フィールド上では、必ず最高打点となる、邪神アバターや、戦闘耐性を持つ、マシュマロンといったモンスターが、雷への飛来神として機能し得た。お客様、よくお似合いですよ。かっこ煽り。とはいえ、だ。当時の環境を振り返って、アバターやマシュマロンが注目されたかといえば、決してそのようなこともなく、やはり、化け物には化け物をぶつけんだよ理論のもと、ライトニングにはライトニングをぶつけるのが、デュエリストたちに共有された、ジャスティスであった。ライトニングしていいのは、ライトニングされる覚悟のあるやつだけだ。ちなみに余談だが、先に挙げた、力なき正義は無力なり、という言葉には続きがある。力なき正義は無力なり、正義なき力は暴力なり。なんだ、やっぱり暴力じゃないか。ご視聴ありがとうございました。